高島市宇川地区の棚田は琵琶湖との距離が非常に近いのが特徴的で、棚田から見下ろす琵琶湖の景色はまさに絶景です。棚田オーナー制度や棚友制度に取り組むなど、農地の荒廃が進まないよう維持保全に取り組んでいます。琵琶湖西岸の高島市北部に位置する森西地区は、メタセコイア並木や歴史的遺産の残る自然と歴史的文化を同時に楽しめる魅力ある地域です。高岡市土山町に位置する竹原地区は東海道野良街道の周辺を安楽越が囲まれた美しい農村風景が広がる地域です。滋賀県では棚田の景観を守り、農作業をお手伝いしてくださるサポーター棚友を募集しています。県内12地区の棚田で草刈りをはじめとした農作業などのフィールド活動をサポート、お食事時の地域の方々との触れ合いや収穫時にはお持ち帰りもあったりの楽しい活動です。農作業のノウハウや農機具の取り扱い、自然との共生から棚田での遊び方までが学べる棚田大学など、棚田がある集落の皆さんと幅広い交流を行っています。あなたも棚友に参加して棚田を楽しんでみませんか？お問い合わせ、お申し込みは棚友ホームページから。最新の活動情報もご覧いただけます。